あ、どうも、マグリです。皆さん、ネットショッピングはされていますでしょうか？アマゾンっていうのはすごいこう商品の量じゃないですか。そのアマゾンの大量のこう商品の中からどういう目線でキュレーションされてるのかわかりませんが、いい感じのおしゃれなものをキュレーションしてくれる。立ち上げるともうすぐね、商品がこう並んでるわけなんですよ。で、右下のね、自分のアイコンマークをタップすることによって、まあ、ログインして、ログインってね、Facebook か Twitter でログインできるんですよ。で、ログインして、自分のアカウント名ね、一番上に、コージ井上、マグロ肉って書いてますね。このマグロ肉っていうのを設定します。で、これ、出てるのが、僕がね、いいねってしたやつ。おしゃれですよね。この NASA の T シャツ、超おしゃれですよね。あ、でもちょっと高いな、やっぱな。サイズ選択するとちょっと高いのかな。もうちょっと安いの探せばいいのかな。フラッアマゾン見に行こうかななんて思った時はですね、暇つぶしにやっぱりいいですよね、こういったものは。ではね、ちょっと見ていきましょう。はい、見ていきますと、上にねトレーディングと書いてますが、こちらをタップするとモンストポピュラー、あ、人気なものってことですよね。人気なものがこう並ぶと。で、まあおしゃれなものがたくさんあるわけですよ。で、結構画像と名前だけなんで、これ何に使うのかなっていうのも中にはあったりとかするんですけど、大体ね分かりますよ。なんかおしゃれな椅子だな、ちょっと見に行こうかってなると、こういうページがありまして、ちょっと似ているものっていうのがね、こう並んでるんです。似ているものですよ。同じものじゃなくて。似たプロダクトのものが並んでるんですよ。結構たくさんあったりとか、これは同じメーカーだと思いますけどね。下側が。で、最初コメントを残せたりしてます。これはキャノピーに残すコメントですからね。ハートマーク。これがね、お気に入りボタン。で、真ん中のプラスっていうのがね、自分の中のコレクションを作ることができるんですね。このキャノピーの中に。そういった機能と、で、一番右側が、これは共有ですね。ライクした方の顔とかもまあ見れるんですけど、まあそこは置いておきましょう。詳しくね、商品の画像等を見たければですね、Amazon の方に行くというような流れになってますね。で、一応このアプリの中で開くこともできますが、設定で、Safari で開いたり、Chrome で開いたりってことができます。そして、モーストポピュラーともう一つ、ニュープロダクツ、最近出てきたやつってことなんだと思います。おしゃれなものがたくさん並んでます。ガジェット系、本、家具等々ですね。もう本当に。そして、一番下の真ん中を押しますと、ショップタブですね、ここはね。今、カテゴリーってとこ選択してます。上ご覧くださいね。カテゴリー。そして、ギフト。そして、ブランド。で、まあ、この中でね、知ってる、気に入ってるブランドから探すってこともできますし、ギフトってことで、贈り物ですよね。なんか、贈り物に最適なものがね。で、カテゴリーはですね、その名の通り、カテゴリー。バックパックスだ、リュックでしょ。バックス。たくさんある中から選択するって感じで、バックパックちょっと見に行ってみましょうかね。リュック好きなんで、僕。おしゃれじゃないですか、ほら。おしゃれですね。今後なんか、カバン買いたいなとか、服買いたいなとか思ってる方はですね、こういった、いいものには、いい理由がある的な感じで、ここから買うと、そこそこ、こう、いいものに出会えるのではないかというふうに思いましたね。あんまり買い物しませんが、いいなと思ったんで、ご紹介させていただきました。今、僕がここでいくら見せたところで、それはあれなんで、これ無料ですから、ダウンロードして皆さんね、使ってみて、見てみてください。というわけでね、今日のニュースとコメントの返信を行いたいと思います。はい、一つ目。こちらね、LINE アットでね、垂れ込みっていうかね、教えていただいた記事なんですけどね、ありがとうございます。iPad Pro では iOS と、OS X が相互に入れ替え可能になる。iPad Pro は Mac の OS X と iPhone の iOS を入れ替えることができると。スイッチングして、だから両方とも使うことができるよみたいなことが書かれてるんですよね。どうなるんだろう。ちょっと楽しみですね。次期 iPhone ですね。の大量生産がもう開始されたよっていうような、噂が出ておるようです。もうね、開始されていてもおかしくない時期なので、まあ多分本当だと思います。まあ今回もね、そんな大きなアップデートないのかなっていう感じはしますけどね、カメラが、ね、良くなればいいなっていう気がしますけどね。こちらも iPhone 6で、まあ次期 iPhone のことなんですが、画像が公開されてますということで、図面みたいなものがね、公開されたよということですね。なんで、気になる方はね、ぜひご覧ください。はい、それではね、コメントの返信へ行きましょう。はい、行きましょう。リクエスト、無料アプリでのベストランキングを教えていただければ幸いでございます。無料アプリだけでね、やると、またちょっと色が変わってくるでしょうね。続きまして、マグニさんイケメンですね。し、来たー。続きまして、CD の曲を iPhone で入れたら全部消えたことあったな。買った曲はあったけど、もう一回入れるのだるかったから放置だわ。わかります。わかります。よくあることですね。Apple がそれをさせないんですよ、これね。これね、iTunes マッチに加入するとね、これがね、解決されるんですね。ちょっと iPhone 博士、割っちゃダメだろ。確かに。割った人のね、気持ちもやっぱりわからないといけないっていうところもありますからね。はい、嘘です。最初から爆笑させるのはなしや、さらにこういう友達知ってるとか、神アプリや。はい、これ昨日紹介したアプリに関してのコメントでございます。
そして、ブラザー、また動画でちょっとだけ紹介させてもらいましたってことで、こちらの方ですね、ケンチロっていう方なんですけどもね、下にリンク貼っておきますね。こちらの方、私のブラザーなんです。YouTuber としてのこう、ブラザーっていうことでですね、こちらの方ね、人前で喋る仕事をしてるくせにですね、動画内でね、相当ね、噛むんですよ。まあ、そういったところもね、見ていただくと面白いかもしれません。インドにいます。昨日も言いましたが、インド人は安いって言ってました。これ、Apple Music のことですよ。学校で iPad を使うので、マグリーさんの動画が役に立ちます。こちらね、インドにいる日本人の学生の方のお役に立ててるっていうことを、すごく誇りに思います。というわけで、今日は、キャノピーというですね、Amazon の、商品をキュレーションしてくれるアプリをね、ご紹介させていただきましたが、いかがでございましたでしょうか。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。